皆様新年明けましておめでとうございます。明けおめー、ありがとうございます、ね、お正月ね、お正月にお猿さん見ると縁起がいいって言われてるんです。お猿さんはね、魔が去る、役が去る、病気が去る、災難が去るとね、猿が来てもらいますから頑張ってまいりたいと思いますので、皆様、はい気合がものすごいみたいですいませんね。落ち着いていきますよ。頑張ってまいりたいと思います。私たち神戸モンキーズ劇場からコンビ風車と申します。3歳の女の子のお猿さん、コウメ、トレーナーのつむぎ、スタッフとみんなで頑張りたいと思いますので、皆様10分間です。はい、温かい拍手で最後までご声援、コウメ、バラ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 、お願い、お願い、おじいや、いくで、コウメ、まいりましょう。歩けましたら拍手、ありがとうございます。ね、見てください、この拍手が大きいかで、この速さが変わってくるんですよ。めっちゃ今日速い、いい感じになりますよ。スーパーモンキーや、これだけでもうやる気があるってことは絶対して大丈夫です。コウメちゃん一回になったら絶対にこけません。もうこれがね、いや笑ってえ、この距離行きたいと思います。
今できる限界まで広げてます。もしかしたらうまくいかないかもしれません。ただ成功したら今日一番の大きな拍手で褒めてあげてください。よろしくお願いします。手掃除してこの距離挑戦する前に私から大切なお話があります。まずはここまでの公務に対する温かい拍手5000円、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当に皆様からの応援で私たち頑張ることができてます。ただ私たちはもう一つ頑張れるものがあります。それはお客様からのご理解のあるご祝儀です。本日私たちお正月ということで張り切ってこのような大きな格好をしていきます。最後前の方に置かせていただきます。その時に公務に対するお気持ち評価、可愛かった、すごかった、これからも頑張れよって思っていただいたそのお気持ち、なるべく公務にも分かりやすい控えてご評価いただけますと今後の張り切ります。ただ、ね、お客様今日は多いですので、入れづらいよって方、後ろの方をご覧ください。スタッフの方が、はい、もう一つ大きな株を取り扱っております。よろしくお願いします。はい、では立ってお付き合いいただきました。皆様最後までのご声援本当にありがとうございました。